今朝は韓国は全ての8県の水産物を輸入禁止にするというような情報も届いておりましてですね、非常に危惧をいたしております。このことにつきましては、適切な情報提供等々を行ってですね、風評被害が出ないように万全を期していただきたいということをお願いさせていただきます。いかなる状況においてもですね、汚染水の海への安易な放出は行わない、こういった方針には変わりはありません。しっかりした管理ができる、そして皆さんに安心してもらえるような状況を作る、このことが全ての大前提だと、こんなふうに思っておりまして、総合的な対策を取っていきたい。そして皆さんがですね、一日も早く安心して再び操業できるようなですね、環境を整えていきたい、このように考えています。韓国が輸入禁止のような対応とかありましたか？これはですね、外国のことですから、非常に輸出の面でですね、大きな懸念が生じるということで、極めて有利をいたしております。会長自身はそういう措置が出たことについてはどうお感じなんですか？いや、極めて私らも遺憾だと思いますし、憂慮しております。詳しい情報まだ入れておりませんけどね、全面ということでございますから、これから業界としてもですね、しかるべきまた検討していくということになります。